岐阜市の陸上自衛隊日ノ基本射撃場には、朝から関係者とみられる人たちが訪れ、花を手向け、手を合わせていました。1年前の6月14日、日ノ基本射撃場で起きた事件では、訓練中に当時18歳の自衛官候補生の男が自動小銃を発砲し、52歳と25歳の男性隊員2人が死亡、1人が大けがをしました。 事件から1年を迎えたことを受け陸上自衛隊第10師団長の坂井秀則陸将は武器の使用を許可されている組織として絶対にあってはならないことで厳正な射撃規律を保持し安全管理を徹底して国民の信頼回復に努めるとコメントしています。